さあ、最後めっちゃ綺麗だよ。いけ。はい、のぼりです。本日はスプラトゥーン3で遊んでいきたいと思うんですけども、皆さん楽しく遊んでいますでしょうか。今回は、スプラトゥーン3で、引き分けは存在するのかってのを確認したいと思いまして、僕を含めて8人の方に集まってもらいました。で、今回ですね、この、マテガイ放水路っていうステージを半分ずつ塗って、引き分けを狙っていきたいと思います。ちなみになんですけど、スプラトゥーン2の方ですね、前作の方で俺は、3回ぐらいかな、もう引き分けを達成しまして、今回まずあるかわからないんですよ、スプラトゥーン3自体に、引き分けが。で、まず、あるのかってのを、はい、確認していけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、1回目。マテガイ放水路の1回目です。よろしくお願いします。ということで、今回は、引き分けを達成させるために、8人の方に集まってもらいました。まあ、自分入れると7名なんですけど、まあ、塗り残しないように、まあ、几帳面に塗っていきましょう。こういうのはね、A 型の人の方がね、多分、向いてると思うんだよね。ちなみに僕は B 型なので、塗り残しがあったら A 型の方に塗ってもらいましょう。A 型誰だところで A 型誰なんだ ?A 型で分ければよかったかな。でも俺ね、血液型で占いとか考えたことないので、そういうとこよくわかんないんですよね。オッケーオッケー、みんなで仲良く塗ってるね。オッケー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 。せっかくだしさ、俺先真ん中塗りに行こうか。ちょっと真ん中行きましょう。あ、誰か塗ってくれてる。誰だ?ヒレオさんか?ヒレオさん塗ってくれてる。このバルーンを、境界線にして真ん中塗っていこうかなって思ってます。なので、こんな感じ。こんな感じですね。で、今回壁もね、もしかしたらポイントになると思うので、いや、どうなんだろう。マジ、やったことないかわかんないんだよね。オッケーオッケー、こういうとこ、じゃあちょっと、塗っていきましょう。せっかくなので、ここの壁も。どう?これまず第一候補でよくない?今回壁も塗ろっか。いかがです。第一候補。このバルーンを起点に、間にしよう。どう、ヒデオさん、これ。何やってんだ何やってんだヒデオさん何やってんのヒデオさん、引き分けなんだけどさ、このバルーンが今、ど真ん中に置いてあるから、このバルーンを起点にして、あっち側とこっち側で、インクを二つに割って塗ればいいんじゃないかなって思ってるんだよね。よくない意外と。皆さん、こんにちは。ヒデオさんチャンネルです。あ、塗り残しがある。こういうとこね。こういうとこしっかりしていきましょう。塗り残しないか、どうだ。ないですね。意外と、みんな綺麗に塗っている。あ、ここは?これ塗り残しか?塗り残し、あったら、引き分けなんないからな。塗り残し警察が来ちゃうぞ。これで半分ずつだ。あー、ちょっと出ちゃった。あ、何やってんの?何やってんの?ちょっと出ちゃった。ねえ。ねえ、半分ちょっと出ちゃった。あー、惜しい!ちょっと出ちゃったからじゃないの、これ。0.1% 足りなかったね。あとちょっと。あとちょっと。はい、2回目。なんかいきなりね、めちゃくちゃ惜しかった。めちゃくちゃ惜しかった、これね。あるぞ !49.9 対 49.9! 同じポイントあるぞ。よし、今回こそ真ん中しっかり塗っていこうかなと思います。さっきちょっとだけはみ出ちゃったのかな、うちのチームが。ちょっとはみ出ちゃったんだよね。で、時間もなかったから塗り直すこともできなかったので、頑張りましょう。とりあえず頑張りましょう。ねえ、ヒレオさん、ここ塗れてないぞ。ヒレオさん。ほら、ほら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 。ほら、濡れてなかった、今。ヒデオさん。あはは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 僕のが塗るのうまいな。もうなんかみんな塗るのうまいな。完璧じゃね?あとど真ん中だな。どうすれば真ん中に近づくか、どういう線を引くかで決まってくるから、これでいいんじゃない?最後、ここ、ペチペチで。あ、ちょっと出た。どうだろう?どうだろう、これ?塗り残しはなさそう。
あー、また 0.1! まあ、あとちょっとだ。はい、3回目。3回目のマテガイ放水路です。よろしくお願いします。見て。全然できなくて。てか、あと一歩でヒデオさん落ち込んでる。大丈夫か？元気出して。引き分けできなかった。あはははははは、ずっと落ち込んでねえ、大丈夫だよ。次こそね、次こそ引き分け狙えるからね。綺麗。待って、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、ここ。すごい。さっきまでさ、ずっとさ、ピンクチームが多いから、ちょっと気持ち多めで塗ってもいいと思うんだよね。だからまあ、少し超えちゃうと思うんだけど、どうだろう？ヒロさんどう？ちょっとここ汚いけどさ、気持ち多めでいくわ。もしかしたらいけるかもしれない。ナイス、いくぞ！今回引き分けいくぞ、3回目にして。なんかちょっとひん曲がってる気がする。あー、今度あっちがちょっと多かった！今日は引き分けを狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ステージをね、変更しまして、なめろう金属のステージでやっていこうと思います。実はこっちのステージも引き分け狙えるんじゃないかなと思って、あの真ん中がね、すごい簡単なの。ちょっとみんなに見せられたらいいなと思って。ちょっと、見てください。ヒルさん、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 見て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 。引き分けしたいんだけどさ、ここど真ん中良くない？ちょうど良くない？ね、いいよね。こっちにしよっか。あ、激しい激しい。さっきより、さっきより激しい。僕ね、お腹すいた。食べてるやん。どう？みんなちゃんと塗ってるか？塗り残しないか？塗り残し警察が来ちゃうぞ。大丈夫か？ちゃんと塗れてるかね？こっちは？ああ、大丈夫。よし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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。マジでいい感じ。おい、これあるぞ、引き分け。こんな簡単な引き分けない。すげえ簡単にいける。皆さん、ここの角っちょお願い。お願い、角っちょ。ちょっと、出てる、うちのチーム。あ、うまい、うまい、うまい、調整うますぎる。調整がうますぎるぞ。キョ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 。真ん中うますぎないこれ。浮きたべこれ。浮きたよ。ちょっと敷いてんならここピンクなの気になるけどさ。あ、治った治った来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 たうまいうまい、ヒルさん投げないで投げ、ダメ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 投げないで投げないでこれ引き上げいけるブルブルしてる。あ、すごい綺麗綺麗めっちゃ綺麗あーめっちゃ惜しいなんでなんか引き分けにならないんだけど。はい、なめろう2回目で、全体的には5回目となります。なかなか、みんな頑張ってるんですけど、引き分けにはならず。多分、マテガイより、なめろうの方が、個人的には、いいと思います。ただ、ちょっと塗り残しがあるのかな？ 50% までいかなかったから。もしかしたら、本当に塗り残しが見えないとこあったんだろうね。よし。よし、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 どう？ヒロさん。どう？どういう、いい感じね？さっきの綺麗だったと思うけど。いや、どうだろうな。5回目。あ、うまい、うまい、綺麗、綺麗、綺麗。めっちゃ綺麗だよ。なんで？全然濡れてないの？うねちゃん、塗るの下手っぴだな。はい、6回目。全体的に6回目です。だんだん疲れが出てきました。もう20分以上塗り続けてます。あー、疲れた。頑張って、これから塗っていけ。やんないだよ、もう！悲しい。どう、ヒレオさん、これ。いいよね。綺麗。6回目いけるかな？うわー！足りない !1% 足りない！あとちょっと。はい、ラストにしましょう！もう、引き分けは、全然できないんですけど、ラストチャンス。ラストチャンスで頑張りましょう。7回目。ちょっと疲れも出てきましたが、
はい。今度はね、どうしようかな。俺たちならやれる。俺たちならやれるぞ。今までどんくらい頑張ってきたと思っている。水にも落ちたし、塗りも全然できなかった時もあるし、なんか塗りすぎてテロってなった時もあるけど、俺たちならいける。僕が引き分けにさせます。僕に任せてください。引き分けにならなかったらうなちゃんのせいです。よし、頑張るんだ俺たちは。なにひろさん、ひろさんうなちゃん、僕がここ塗りたい。塗っちゃダメ。僕が塗るから。ひろさん、最後。ひろくん。やめて。ダメ。ねえ。最後、俺たちは終わらせるんだ、しっかりと。ねえ。いくら塗り返せるからってねえ。それはダメだよ、ひろさん。やめて。やめて。そこは僕が塗るとこなの。塗っちゃダメ。塗り残しないかだけが気になるな。確認できてないんだよね。そこだけなんだよね、あとね。確認だけ。あ、10秒。めっちゃ綺麗じゃね？めっちゃ綺麗じゃね？おい、おい、ヒロさんやめるんだ！ダメだ！さあ、最後めっちゃ綺麗だよ！いけ！あー！引き分けは、皆さん集まっていただいて本当にありがとうございます。みんなありがとう。まあうなちゃんも僕も頑張ったんですけどね。